嫌いじゃないわ。ということで、モンストコレクション第2弾。はい、そのジャケット何ですか？これ、嫌いじゃないわのジャケット。あ、それ、俺あんま分からない。それを言ってたんですね。はい。嫌いじゃないわって言うんですよね、その仮面ライダーのキャラクターが。の、はい、やつが言うんですよ。あー、はい、全然分からないです。すみません。須藤元気が言うんです。あ、須藤元気なんですね。須藤元気です。かっこいいですよ、似合ってますよ。ありがとうございます。カメラじゃねえ、いいですよ、ファルコさん。ありがとうございます。輝いてます。はい、冬、混沌、人生の、はい、ハイライトを迎えてますよ今、これでこれハイライトです。マジかー、すごくいいです。もうちょっと輝きやすい。いや、もう十分輝いてます。いや、つらい。 これで出せば、もうさらに輝きますから。そうですね、はい、はい、輝き中の輝きです。輝き中の輝き、まあ、衣装大事っていうんで。大事です。はい、じゃあ行きましょう。引くぜー、モンコレ。モンコレ今日出すぞ。どうしたんだろうと。おいおい、思ってんだろう。あ、思ってんだろうですね。ワクさん、おい、いますよ。何やってんだよ。確定じゃないんですよね、銀が2個見えるから。確定、運営。おい、まあ、絶対運営いいよね。何やってんの。運営率 100% なんだよ。今やめてよ。運営ブーム来てるんですよ、運営。運営ブーム来てんのすごい、手が震えてますよ。柔道経験者は達人の道具を掴んだ瞬間、その強さを感じることができるというが、今のファルコンのガチャさばきはまさにそれであった。一見無骨な動作ではあったが、そこには品性、優しさ、そして包容力、伝説のストライカーに必要な要素が全て込められていた。おい、ボルト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 、なんでボルト、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 何やってんだよ。絶対それ言おうと思ってたよ。バレましたね。おい、バルドル運営。お、バルドル知ってるの？あ、知ってます。だってこれ俺バルドルめっちゃ出ました。あ、そうですね。最初主力でした、バルドル。あ、そうです、主力でした、ね。主力でした。それはそうと、僕昨日初めてクシナダ倒したんですよ。マジで？取った？出なかったんです、これは。でも良かったですね。良かったですね。すごく強くなりました、私も。お、メテオは強くなったっていうことで。はい。スピードクリアもしましたからね。でもそれあれでしょ？初めてやったんですよ。お相手のおかげでしょ？あ、そうです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 。分かっとるわ。でもみんな途中で逃げてって、はい、俺が次やったんですよ。あ、一人で。もうこいつやってたら無理だわみたいな。そうなんですよ。ああ。頑張った。頑張りましたよ。頑張った。弁慶、卑弥呼、卑弥呼、串灘でやっ、串灘じゃないや。弁慶で行ったの？てか、なるほど。何でしたっけ、あと、あの火のやつ。何？坂本龍馬。違います、違います、違います。ギルガメッシュ。違います、違います、違います。長くなる動画が、あ、イザナミです。そう、いやー、はい、それで行ったんですよ。なるほど、よかったね。はいはい。オーブ溜まった？オーブ溜まってないです。そうですね、はい、ということで、いつも溜まらないです。はい、3なんで、お願いします。おい、ウルトードル。